皆さんこんにちは、プロステニスプレーヤーのダニエル太郎です。自粛期間が終わった後には、早速、エキシビション大会などに出場して、それからあと神戸にもあった無観客の大会にも出場して、やっぱり、試合の緊張感を一回取り戻そうという目的で出てました。それプラスもう、NTC ナショナルトレーニングセンターも使い始めるようになったので、練習もガンガン始めて、それプラストレーニングも頑張っているので、シーズンの再開に向けて頑張っています。